金太郎が産湯に浸かったとの言い伝えが残る夕日の滝。その近くには煙突が。こんな感じですか。おいいですね。大自然の中にできたプライベート空間、思い思いに楽しみます。体が芯まで温まったら近くに流れる天然の水風呂に直行です。整う。テントサウナが楽しめるのは緑に囲まれた南足柄市の山奥。金太郎のふるさととして有名な場所です。足柄のテントサウナ、この場所を提供するのは南足柄市出身の加藤正弘さん42歳。足柄地域の自然を味わってもらおうと去年11月に始めたテントサウナのレンタル事業。加藤さんのこだわりが詰まっています。この木が、足柄のお寺、670年の歴史のある極楽寺というお寺さんの協力を得て薪をもらっています。で、石は、一部ですけど、真鶴の小松石っていうものを一部使ってます。なのでこの足柄っていうところで、しかできないサウナっていうのにこだわってます。そして何といっても利用者から一番好評を得ているのが、足柄の山から流れる夏でもひんやり冷たい川の天然の水風呂です。最高です。最高です。最高でしかない。めっちゃ冷たいです。気持ちいい。自然はやっぱり普段感じることが少なくて、こういうところに来るっていうのが、一回心をリセットするっていうのが大事だなって感じました。足が最高。利用者も大満足のテントサウナ。南足柄で生まれ育った加藤さんは大学への進学を機に都内へ。そのまま会社員になり、およそ15年間東京で暮らしました。南足柄市が好きかって言われたら、そうでもなかったですね。ベンチャー企業に就職して、本当に昼夜問わず仕事をしたんですよ。たまにお盆とかで帰ってくると、あれ？地元って割といいとこだなと思ったんですよね。あの山も海も川もあるし、空は高いし、青いし。もしかしたら僕の豊かさっていうのはそっちなんじゃないのかなっていうのがあって。南足柄を出たからこそ地元の魅力に気づいた加藤さん。少しずつ思いが募っていく中、ある出来事が加藤さんの背中を押すきっかけになりました。やっぱり東日本大震災だと思います。人生何が起きるか分かんないんだなというふうに思った時に、ちょうど2人目の子供が妊娠しまして、じゃあこの機会にといったところで、足柄に来ましたと。子供がのびのびと遊べる環境っていうのはこの足柄は多いので、そこは良かったかなと。34歳の時に脱サラして、家族4人で南足柄に移住を決意。そこで始めたのが加藤さんの趣味でもあり、そして大好きな地元の魅力を最大限に引き出してくれるサウナの存在でした。足柄の魅力は、なんといってもこの自然ですよね。そしてこの綺麗な川、こういったものを皆さんに楽しんでほしくて、その手段としてテントサウナを始めました。今ではテントサウナ以外にも足柄の自然を満喫できる座禅体験など、地元の自然を生かした体験サービスを展開する加藤さん。今後の目標は、足柄が行き先になるかどうかは置いといて、箱根の帰り、小田原の帰り、熱海の帰りでもいいんですけど、ちょっと寄ってこうかと言ったような形で、来る方を訪れたいなと。楽しいポイント、コンテンツを準備しておきたいっていうのが私の目的であり、目標ですね。